日本カトリック神学院東京キャンパス入り口。日本カトリック神学院は、日本のキリスト教の神学校。旧東京カトリック神学院と、旧福岡算スルピス大宮学院の2校が統合、合併され、2009年開校した。2012年4月1日、カトリック中央協議会の組織として組み入れられ、運営されている。2017年現在、委員長代行は、 フランシスコザビエル中野博明氏、陽性者11名、在学生33名。所在地は、東京キャンパス、東京都練馬区石町東2-7-10、福岡キャンパス、福岡市城南区松山1-1-1、旧東京カトリック神学院の校舎を、東京キャンパスとし、旧福岡サンスルピス大宮学院の校舎を、福岡キャンパスとして、学科。 学年によりいずれかのキャンパスで学習する。東京キャンパスでは、哲学科1年と2年の要請及び女性に対する教育を、福岡キャンパスでは、進学科1年2年3年を要請する。入学資格は、原則として、高校卒程度以上の学力を有し、宣令後3年以上経過しており、教区司祭を目指す22歳、以上40歳までの独身の男子カトリックシン さらに、所属している、小教区の主任司祭の推薦と教区の司教の面接、推薦が必要。要請期間は、教会法の規定により7年間。カトリック中央協議会。カトリック中央協議会。 https://www.cbcj.catholic.jp コロンススララッッシシュュスラッシュジャパンスラッシュ GSEC スラッシュ2021年4月12日閲覧。ab 東京カトリック神学院。カトリック東京大使教区。 https://tokyo.catholic.jp:/catholic:/clergyman:/seeminary:/2021 年4 12日閲覧。ありがとうございます。